い移住の方法を教えますということで、タイに移住されたい方が今増えております。2023年まだ終わってないですが、今年の1年間だけでも5、600世帯の方がタイに移住したと言われております。タイに移住した方の特徴なんですが、今までのタイは老後タイで過ごそうみたいな形でリタイアメントされた方の移住が多かったんですけど、最近はリモートでお仕事ができるような方、デジタルノマドクラウドと呼ぶらしいんですが、いった方がタイに移住をしてきています。タイの移住のメリットみたいなところは別の動画や私のブログでもご紹介しているので、一旦今回は割愛させていただくんですが、タイ移住のために必要なものが一つあります。これはビザになります。外国人がタイで暮らす場合、日本に外国人が来られる方の場合もそうなんですが、ビザが必要になります。このビザは必ず皆さんが取得しなきゃいけないものです。通常今観光でタイに行った場合、30日間はビザがなくても過ごせます。ただ移住というと30日間以上当然タイにいる形になるので、ビザを取得しなきゃいけないんですが、なんとタイにはビザがお金で買える仕組みがあります。タイランドエリートというプログラムなんですが、5年間のビザが90万バーツ、最長20年間のものが500万バーツという形で、90万から500万バーツの間で5年から20年間タイにいるためのビザが取得できます。当然これタイにいるだけではなくて、いろいろな特典が受けられるんですが、特典としてはタイに行かれたことがある方だったら分かると思うんですけど、入国審査で1時間待った2時間待ったみたいな方がいらっしゃるんですが、特別な専用レーンがあるので待たずに入国審査が受けられます。また飛行機降りたところにタイランドエリート会員用のゴルフカートが待ってますので、空港で長い距離歩かなくても入国審査場まで特別なカートで連れてってもらえます。その後に BMW で空港からご自宅だったりとホテルまでの送迎もついているというような形で、ただタイに入れるだけじゃなくて様々な特典がついてます。タイランドエリートを取得されると、タイでの銀行口座、クレジットカードなんかも取得できますので、ぜひタイに移住される方はこのタイランドエリートをご検討していただきたいなと思います。今までタイランドエリートは20年のものが100万バーツで売られていたりとか200万バーツ売られていたんですけど、今年の9月の改定で500万バーツというような形で、今世界中からタイの移住が注目されているので、タイランドエリートがバカ売れしている状態なんですね。なので値段がどんどん上がっていってるというような形になるので、もしご興味がある方はまた来年再来年改定があって1000万バーツとか2000万バーツとか上がってしまう前にお早めにご購入された方がいいと思います。それでは今日はタイの移住に必要なビザ、タイランドエリートについてご紹介をさせていただきました。どんどんコメント欄に質問してね。チャンネル登録もよろしくね。